せーので、万々歳、みゆです。ギリシです。ナです。はい。ということで、本日なんですけども、うん、ちょっとメインとなるメンバー、はい、ギシです。今日はギシが主役です。おお。なんでギシがメインかと言いますと、はい、結構ギシってモテるじゃないですか。言うでしょ。俺はモテるよ。キャラとしてね、キャラとして言ってます。カメラ回ってないんだけど、俺マジ最近モテるんだよねって、うん、自信持ててよ。まあ、自信持つのは大事ですか、うん。自分の顔整ってると思う。いや、あのね、それはもう自己採点できてるんですよ。あ、いいよ、その自分的で。はい、僕の顔は周りの評価含め、うん、中の上だと思ってます。あー、まあまあ平均よりは上だよと。うん、義士って男性的な顔ではないなと思って、結構中性的な顔立ちだなと思ったの。そうなんかな。本当に目元とかこうやったら本当にめっちゃ綺麗の。そうってことは、これ義士女性に変身してもモテるんじゃないかなと思い、今回はですね、女装した義士何人にナンパされるのか検証してみたでございます。今日はどこに来てるんですか。今日はコットン自由が丘という、まあサロンメイクとか服装とかコーディネートしてくれるスタジオがありまして、なるほど、今回そちらで義士をちょっと女の子に変身してもらいたいなと思います。ルナね、今日朝ここのインスタを見たの。めっちゃすごかった。めっちゃおじさんなの、うん、でもそのおじさんが女性になってるの。もうすごい、なんかその技術が、そうなんだ。だから一回あったじゃん、あの変身奇跡の一枚の、あれにちょっと近いけど、うんうん、あれよりはもうちょっとリアル感増すかも。なるほどね。なるほどね。そうそう。で、今回なんですけど、変身した後に渋谷に移動しまして、はい、渋谷で義士一回立ってもらって、うん、声をかけられたら成功っていう、はい、ルナの予想は渋谷は、まあ、ナンパをする人とスカウトする人がめっちゃおるイメージなの、うんうんうん、だから30分あったら1人2人は来ると思うのね、うん、マスクをつけてほしい。でさっきも言った時にこう隠して、もし声かけてきたら「はい」って言って外してほしい。うえーってやろうということで早速やっていきまっしょう。ということでですね、先になんか洋服を選ぶみたいなんですけど、うん、洋服を選ぶみたいなんですけど、はい、本日ヘアとメイク担当してくださったガラメさんです。お願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと洋服なんですけど、うん、ちょっと毛を見せちゃうとさ、そうあれだから毛剃ってもらうしかないよね、こだめさんに。いや、自分でじゃあちょっと洋服を選んでいきましょう。はい、はい、一番は義士が着たいやつで。いやー、そうですね、うん、でもナンパされやすい格好って何なんだろう、うん、自分だったらこういう女の子に声かけるなっていう服装とかあるじゃん、うん、うわー、マジでむずい。まあ、こういうのも決めてもらうのも込みでも、うんうん、決めてもらうもん。プロだからさ、確かに、うん、なんかいくつかじゃちょっとこうこうおー、はい、本当細身って、確かに足は細い。あ、今乳首触られたね。すごくない？才能ありすぎじゃない？今ので乳首やってたの？今こうやってすごいじゃん、それは。いやー、かわいいじゃん。うわ、いいね。え、めっちゃいい、めっちゃいい。なんかこう、向こう、うわうわ、持てるわ、持てるわ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。うわ、当たってるわ、めっちゃいいです、めっちゃいいです。あ、これは、お車さんもさ、うわー、もうどうだろう、なんか本当に髪一重な気がする。じゃあ声かけてほしい感じはする。うわー、なんか新宿寄りかもしれない。似合わなそうだな、これ。俺今こっちだね。うん、これにするか。あ、似合いそう、似合いそう。じゃあ、いいんじゃない。服装はこれで、はい、一回着替えてきてもらって、はい、帽子をキャップかぶってた方がいい。かぶんな。着替えてきます。はい、誰かー。はい。ブラジャーつけて欲しかったんだ。マグカップのブラジャーつけてる。なんかこれは A、A、B。ちょっと、あ、これつけるんだよ。あ、それ先だね。うまい。近づきすぎ。いいじゃん、いいじゃん。一回さ、くっついて。一回頑張って。こんなもんいいと思うの？いいんじゃない？ありがとう。うん、はい、ということで、はい、今からメイクに行くんですけど、はい、髪型は私とルナで決めようかなって。本当にいいのにしてな、はい、じゃあちょっと選びますわ。はい、なんか色とかさ、明るくない方がいいよ。うん、だよね。おー、そうそう、うん、俺の広いおでこが、うん、
これかな。これやな。決めました。あ、すご。聞かされる前の果物です。どれぐらいなんですか、時間は。1時間もかかんないかなとは思うんですけど。え、なんかこう顔の形変えたりとかするんですか。テープも人によってはって感じです。そうなんだ。別にね、綺麗ですね。綺麗な顔。薄い皮、薄い皮のみだ。初ちゃう、こうやられてこんなにして引っ張られる。そうですね。いや、おもろい。なんかこういう女の子になりたいとかないの。あ、でも俺は多分顔的になれないと思う。ちょっと童顔っぽい感じの方が好きじゃん俺は。まあ綺麗めにはなるだろうね。うん、着るだけのちょっと柔らかめの童顔っぽい感じに目指して、はい、港区系女子みたいなキリッとした感じは、うん、この服に合わないじゃん。結構こだわりあるやん。すごーい、マジヒゲないね、すごいわ。じゃあちょっと、うん、うちらも完成楽しみにしたいから、うん、車待機してるんで待っててください。終わったら呼んでください。お願いします、お願いします。ということで、こっから皆さんもお楽しみにしといてください。それではまた後で。うん、かわいい。すごい、ここ消しそうな感じじゃないですか。確かに。はい、おはようございます。はい、お疲れ様です。ということで完成しました。はい、いや、すごい可愛いですね。可愛いです。はい、はい、ちょっとモテ系の、はい、見えとるなに披露したいと思います。ありがとうございます。はい、ということで、はい、石が完成したみたいなので、はい、飲みますか。はい、せーの、石ー。あ、でも、うん、なんか華奢に見える。携帯とか持ってみてや。山岡屋か、携帯。こう持たない。いや、それは男や。こうだよ。あ、え、女の子だ。え、手隠した方がいいよ。もう一度、もう一度、もう一度。え、超可愛い。ナンパしに、散歩されに行こうぜ。いや、ナンパに行ってるよ。ナンパされに行こうぜ。行こうぜ。じゃあちょっと、せっかくだから、あの写真も撮ってもらえるみたいなんで、うん、女の子らしく、うん、綺麗に写真を撮ってもらいましょう。はい。慣れてな。いや、これね、もう唇につくのが一番のストレス。あ、女になってる、女に。髪の毛が唇に来るのが一番ストレスだ。癖がもうこう痒いな、あれ。いや、あんまくっつくことないよ。マジ、うん、はい、はい、ということでですね、はい、渋谷に到着したので、はい、今日なぜかめちゃくちゃ人が多いから。なんでこんなに人多いの。でも、この時間帯だからちょっとキャッチの人とか、うん、多分スカウトの人とかいるから、ワンちゃんナンパされる。気をつける。はい。あ、気をつけて。見して見して。え、めっちゃ女の子だ。あ、いいじゃん。え、もう本当に手出さない方がいいわ。そう、ずっと燃え袖でいてくれ。で、今回はですね、制限時間30分。はい、ちょっと渋谷の一番人通りが多いところに、うん、会ってもらって、うん、いや、いいやめて。はい。の方がいいわ、まだ。で、まあ30分経ったら迎えに行くんで。はい。頑張ってきてください。ちょっと練習しとくわ。すいません、一人ですか。はい。男だ。しばらくちょっと喋んないでみたいな。あ、そう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 。じゃあ連絡先交換いいですか。男だよ。怖い怖い。きつ。トラブル。え、いいんじゃない。でもナンパってそれぐらいの覚悟ないとな。うん。わかるよな。うん。いや、本当にこれ正解も間違いもないからやりたいようにやっといて。人生最後だな。はい。最後なんだ。いいか、行って。今日でワンマンズ最後だったんだ。じゃあほな行ってくるわ。頑張って。ということでですね、はい、技師が今向かってるんですけど、うん、ちょっとずつね、あの指示を出しながら30分測っていきたいと思います。はい、よーい、スタート。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。そこがいいわ、そこがいいわ。てかよくさ、路上ライブやってない。やって路上ライブの横に行くなよ。うわ、ちょっとこれされたらさ、やばい。ちょっと頑張れ。なんかさ、あの道迷ってる系は。あ、いいね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 。なんか初めて東京来ましたみたいな感じね。
あ、いい、かわいいかわいいかわいい。話しかけられた。その人さっきここにいた人だ。ギシ君としてバレてんだけど、まあ、視聴者さんだ。すごっ。で、これはでもナンパじゃないもんね。これはね、違うね。ナンパかと思いきや視聴者でした。くっそ、もうちょっと粘ろう。もううちらはギシ探せみたいになってるわ、うん、どこにいる。来たやっぱでもオーラあるよ、オーラある、オーラある、輝いてる輝いてる。あー、かわいい、かわいいじゃん。よくできたね、君。でもさ、もう10分、今もう15分経ってんのよね。だから、あと15分だよ。モデルに興味があるか、興味ないって言った瞬間、もうどうでもいいかと言われました。一応達成は達成やん。達成したね。え、すごくね。すごい。もうちょっと頑張れ。かけられないと思ったな。めっちゃ女に見えたんだろうな、うん、でもマジで女に見えるんだよな、うん、8個いきます、8個。8個いっちゃうか。もうあと10分も切ってるから、うん、いいタイミングでマスク外すか、どっかでしちゃおう。切るかな。あれ、あ、いいやん、いいやん。めっちゃいい場所行ったね。マスク外してんのがおもろいな。頑張れ頑張れ、あとちょっとで。でもさっきより音が多いよね、前に。うんうんうん、挙動不審やな、どこにいんの。これでおしっこ漏れそう。残り3分。怖い、私に喋りかけてきて。怖い怖い。あと2分よ。はい、何が。残り1分です。やばい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 。頼みの声かけて、頼みの声かけて。アピールしてみな、アピール。やり、汚染でいけるしよ。やめなさい、それだけはやめて。やめなさい。もう、はい、ということで30分経過したので一旦戻ってきてください。結果ダメでした。ということで一回車戻りますか。はい、終了です。お疲れ。いやでもルナちょっと嬉しいわ。一人もないかと思ったのよ、正直。わ、うん、かる。でも一人あったじゃん。いや、すごいことだと思う。あの格好でギシ君が堂々とできてるのもすごい。まあ戻ってくるで待ちますか。うん。あ、え、どうした？ちょ、一回入って。え？何が？え？誰？あ、誰にも声かけられなくて、ギシっていう人になりきってやってみたら結構声かけられて。え、そうだったの？外しちゃいました。じゃあ結果、まあ一人。はい、まあ一人っつっても感情なかったけどね。いやでもすごいよ。スカウトしたい？お金稼ぎたい？興味ない？どっち？こうやってたの、うん。あれナンパなのマジ。一応でもね、声かけてもらったから。でも女の子だと思って声をかけてくれたわけだから、うん、まあそうね、まあ成功じゃない。うん、普に落ちない。全然俺は可愛くないってことが分かりました。まあちょっとでかすぎたかも。うん、うん、もう見てたよ、うちらも、うん、でかい、あんた。いやでかいよね、うん、でかいわ。全然気づかない。はい、ということでね、うん、これにて検証は終了したいと思います。はい、疲れたー、マジ疲れた。もう喋るあれないじゃん、もう疲れちゃった。あとおしっこしたくて早く行きたい。そうだね、そうね。はい、ということでね、うん、皆さんもぜひやってみてください。はい、やってみて。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画も楽しみに。バイバーイ。